田中和一郎。中山四歳品馬特別を制した管理馬、ブランドソウルト。騎手、安倍翔太郎、馬手、加藤優作。田中和一郎は、日本の騎手、競争馬調教師。新潟県新潟市出身。騎手として、提出後焦点4章を挙げたほか、調教師として1939年の東京優秀優勝馬も旗、た。 日本初のクラシック三冠馬セントライト、十戦腐敗の時のミノルなど数々の名馬を手掛けた。JRA 調教師の田中和は長男である。少年の頃、北海道諸産別村で馬着屋を営む親戚に預けられていたことから馬に親しんだ。14歳の時に新潟に戻り活版印刷所の文選校となるも馬乗りに憧れ。 新潟競馬場の青池良佐の下で騎手となっていた兄は吉のつてを通じ騎手見習いとして道場の高橋東七郎旧舎に入った17歳の時に新潟でおほとりという馬に騎乗して初勝利18歳の時に柴田漢字に誘われて上京し漢字の兄柴田康次の門下に入るその後中山競馬場で吉原川七郎の主 安藤梱二郎の専属騎手を三年間務めるなどし、1928年33歳の時に東京競馬場で自身の厩舎を開業した。同じく東京に厩舎を構えていた藤本富美雄によれば、開業当初の田中厩舎には2、3頭の管理場しかいなかった。しかし、大砲を持っていた宇都宮敏春の支援を受け始めてから成績を大きく上向かせると、 場所でもあった、作家、菊池博と彼に連なる吉川英治、船橋誠一、吉谷信子といった、文史場所連、さらに、加藤優作、長田正一といった面々が、顧客につき、旧社は、さらなる成長を遂げた。その流星ぶりは、大美系と呼ばれた、小形東吉と共に、小形田中時代と並び称され、史上最多記録である札木賞4賞をはじめとする後、 大クラシック競争完全制覇も達成。管理場の雲畑、セントライト、時のミノルはいずれも1984年に JRA 検証場に選出された。一つの旧車から三頭の検証場を排出したのは、市場に田中旧車のみである。さらに門下からは、小西義蔵、安倍翔太郎、岩下磯加成といった騎手も排出。この三社は、 田中和一郎旧社のサンバガラスと呼ばれた。徒弟性が色濃く厳格な長教師が多かった当時にあって、田中は怒ったところを見たことがないと言われるほど恩和で、当時状態化していた鞭で殴るといったような指導も一切なかったという。1957年1月13日、63歳で病没。馬主たちの要望により、旧社はそのまま長男、和夫が継いだ。 競馬会による、旧車管理が緩かった時代もあり、カ尾は1961年に調教師免許を取得するまで、調教助手として、小形東吉に指示しながら、同時に、実質調教師として、自給車の管理も行うという変則的な形態だった。雲畑セントライト時の実る横浜農林商商店4歳小馬と、さつき賞横浜特別と横浜記念は、 それぞれ同一の競争である。横浜農林少商店4歳小馬に優勝した当時はアルバイトという名前だった。ありがとうございます。